どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、私が前々回の動画で、ゴレゴの動画をですね出したんですけれども、まあ、私がこの村を攻めたリプレイを、まあ、その失敗リプレイからゴレゴがどういうものなのかと、ゴレゴの重要なポイントを見ていくという動画を出したんですけれども、今回はですね、私のクラメンのトウシさんという方がタウンホール、まあ、この方は10なんですけれども、ゴレゴで、星2ですね、この村から星2を取るという、リプレイがございますので、そちらをですね紹介していきたいと思います。まあ、まあ早速見ていきましょう。まずはですね、はい、私がその動画内で言っていた、そのシングルインフェルノの方から攻めるということをですね踏まえて、シングルインフェルノから攻めてくださっています。さあ、そしてもうウィザードでサイドカットではないですね。ペッカのサイドカットですね。はい。ここでウィザード、そしてアーチャークイーン、ババキンを出して、ネクロマンサー。そして援軍であるウィズとネクロマンサー2ということで、ネクロマンサーを4体、そして、ゴーレム4体、そしてウィザード、という感じですね。ゴレコではないですけど、まあ、ペッカとババキンがですね、レベルが高いので、結構その、まあゴーレム的な役割をしてくれますね。さあ、そして、もう結構シングルがやはりそうですね、シングルインフェルノを先に壊すことができるので、あとはもうですねゴーレムがいるので、もうこのインフェルノタワーは全然ですよね。さて、ここでネクロマンサーとアーチャークイーンが下の方にそれていますけれども、まあ、中はゴーレムとウィザードでタウンホール破壊、あとは 20% ぐらいを取るという感じなんですけれども、ここで、もうサイドに流れてしまってアーチャークイーン、そしてネクロマンサーウィザードがですねしっかりとパーセントを取っておりますよね。まあ、やはり真ん中はこのようにして集中砲火を受けるので、ここでジャンプを打ったところでやはり、ね、逃げることができずに、やはり集中砲火によって死んでしまうってことがよくありますよね。さあ、ここであと 5% ということで、ネクロマンサーとアーチャークイーンで、パーセントをねしっかりと稼いでいくと。そしてガーゴイルですね、私が失敗したガーゴイルでございます。ガーゴイル出すタイミングちょっとずらしていけば 50% 取れたっていう、あの悔しいリプレイでございますけれども、そのここで 54% ということで、あとはもうねぼーっとしていても、勝てるかなという感じでございます。まあやはりですね、私がその前回前々回の動画で申し上げました、そのインフェルノタワーシングルから攻めることであったり、まああとはそのなんつうんでしょうね、うん、ここでちゃんとウォールブレイカーでしっかり穴を開けられているので、ジャンプの呪文も、まあそのね、中心部に行ってしまったというか、行ったゴーレムをしっかりと、サイドというか奥の方に流してあげるジャンプとして使えますね。でも今回レイジを1つということで、うん、やはりそのレイジを打つタイミングとかも見ていきましょう。まあ、ここでねやっぱフリーズを打っていかないと厳しいですよね。最初の方にこのもたついてしまうとシングルインフェルノのターゲットになってしまうので、さあここでジャンプですね。そしてやっぱフリーズアーチャークイーンとかを止めるということも結構重要そうです。まあね、援軍もうゴレゴはネクロも組み込んでいくので、援軍処理もそこまでしなくてもいいですよね。まあ前も言ったんですけど、まあラバハンドとか入ってたら結構だるそうですけどね。まあそしてフリーズ、そうですね、やっぱフリーズも重要となってきますね。はい、ということでこんな感じで、タウンホール破壊と、やはり本当のこの真ん中の集中砲火はやばいですね。巨大クロスボウ、そして周りの大砲、隠してすらアーチャータワーとかやばい。はい、まあ、あとはパーセントという感じでございます。まあ私のその、まあ、その前々回の動画の改善点がですね、きっちりとできているリプレイだなと思いました。最初のインフェルノシングルから攻めていく、ことであったり、あとそのガーゴイルの出すタイミングであったりね、そういうことがきちんとねできているリプレイだったかなと思います。ということで、ゴレゴの重要なポイントのですね成功リプレイから学ぶというものでした。ご視聴ありがとうございました。